いつの頃からだったろう。私たち兄弟がありえないものを見るようになったのは。兄はとても優しい人でした。人には見えないものを見る私が心を開けるのは兄だけでした。母が死んでからは私のたった一人の家族。これが氷室亭。ある人の行方を追っていました。有名な作家であり兄の恩人でもある高峰純生さん。高峰さんは取材旅行中に姿を消してしまったのです。兄から高峰さんの足取りがつかめたという連絡があったとき、しまうような気がして、この地方に伝わる禁じられた儀式、高峰先生はそれを調べていたようだ。先生たちはここにいるのだろうか。
資料が残ってるんですかね。かなり荒れ果てた。やはりここに来ていたのか。で霊が封印できた。このカメラは遮影機といって見えないものを映し取る力がある。この機械に霊を封印する力があると知ったのはある事件がきっかけだった。
からの連絡が途絶えてから2週間、残されたメモを手がかりに私はここにたどり着きました。何かに呼ばれるような、そんな不思議な感覚を覚えながら、兄さん、兄さん。